寺尾直樹は、気象予報士、防災士、気象キャスターで、現在は、NHK 名古屋放送局の契約キャスター。神奈川県横浜市保土ヶ谷区出身。大学卒業後、伊藤園勤務を経て、1992年に、ウェザーニューズに入社。1999年、気象予報士試験に合格。受験回数は10回を数えたという。ウェザーニューズでは、 営業職で名古屋勤務、幕張グローバルセンター勤務を経て、報道気象担当に、各放送局向け業務を担当後、放送気象担当として、同社の制作する CES 放送、ケーブルテレビ向け番組の制作、キャスターを担当。2001年に NHKBS1 の気象情報番組、地球天気予報に出演。2002年からは、 NHK 名古屋放送局の契約キャスターとして、同局のニュース番組、ホットイブニングの気象情報などを担当。ホットイブニングでは2006年度に視聴者の質問に、回答する、お天気テラコ屋というコーナーも受け持ち、2007年度は同コーナーをリニューアルした、テラオ直樹のテラ金を担当。2009年3月27日をもって、NHK での出演を終了。なお、 NHK との雇用関係は他の気象予報士同様番組出演契約であった。NHK 名古屋での寺尾の公認となる気象予報士は大隅智子と植木直子の2人。2009年4月より7年ぶりにウェザーニューズグローバルセンター勤務。4月27日からは同社が運営する24時間動画制放送ソリブ24で天気解説を担当していた。 2010年2月28日、ウェザーニューズを退社。前日27日に南米チリで発生した M8.8 の地震の影響で太平洋沿岸を中心に大津つ波警報等が発表、ウェザーニューズが規定している減災スケールが M3 となり急遽放送された速報番組がソリブ24歳後の出演番組となった。M3 体制であることを考慮し、 テラオ自身から視聴者へ直接の報告、挨拶はできず、視聴者へは、同日深夜放送のウェザーニューズリブにて、テラオからの手紙を田口由美が代読する形で報告した。2010年3月29日より、NHK 名古屋放送局のホットイブニングの気象キャスターとして復帰。台風接近時や大雨など重大な災害が予想される場合に、 上記以外のニュースに出演することがある。ありがとうございます。